Yeah.
りごまかしてみてもやっぱり同じね。ブレスにしかめつら幼稚なギムレツ寂しいの憂鬱な気break that order, go and
Thank you.
さんこんばんは。エスペシャの富永遥です。森江里香です。宮梨メントです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。本日はスパイスツアー東京公演ようこそ。ようこそ。ありがとうございます。楽しんでますか？まだまだ盛り上がる準備はできていますか？いいですね。いい声ですね。はい。さあ今日はついに解散ということなんですけれども、はい、ね、こんだけ皆さん熱気がありますので、はい、大丈夫かなと思います。そうですね。はい、今日は ね、はい、メンバー3人と、うん、今まで支え続けてくれたこの最高のバンドメンバーたちと、はい、そしてそしてそして、はい、このグループの象徴であるヤシの木、うん、こちらで今日はエスペシアを届けていきたいと思います。はい、はい、スパイスツアー大阪公演の時に、はい、ね、言ったんですけれども、まあ、人間はね忘れちゃう生き物なのでエスペシアが解散したらみんな忘れちゃうんでしょってことを言ったんですけれども、はい、今日は絶対忘れられない夜にしてみせます。最後まで楽しんでいきましょう。はい、はい、さよならは言いません、はい、私たちが今ここにいる皆さんに伝えたいことはいつでもグラシアス、ありがとうっていう言葉です。はい、はい、ということでこの曲を聴いてくださいサーガ。Thank you.
Thank you.
Thank you.
Really can't.
この夜はきっと
じたら重ね合って怪しく誘う舌先のビネス気づいてたよ夜の色深くなったら If we spend the night out 二人嘘つきになろう Lying through your teeth よそ見をしてる暇はない Only time passes away きれないでしょ抜け出したら特別な二人だけの邪魔をしないで揺れて揺れて今 shake it to the beat 危険な鍵を二人を貸してみて初めてということで、うん、はい、はい、あの今日はねあのバンド編成なんですけれども、はいはい、よりこう3人のコーラスが、うん、こう皆さんに届けられるようにシンプルな編成で私たちのコーラスの楽器の一つとして今日は届けています、はい、どうでしょうか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、うん、まあね、でも次は皆さんのコーラスもちょっと聴かせていただきたいと思います。はい、次の曲ね、はい、あの私たち、はい、まあ、解散してしまうんですけれども、はい、3月22日にファイナルベストアルバム、はい、ウィザードをリリースしまして、はい、その中にターナリーという曲があります、はい、その一番最後のフレーズに、はい、My life is changed as always said とかがあるんですけど、はい、練習した人います？ちゃんと練習してますか？いないか、いない？そんなん知らねえよって人ばっかり聞いたこともないって人もいるかもよ。この、うん、まあでもあの練習します。練習しましょうか、先に練習しましょうね、はい、My life is strange as always。 新曲むずいよな、うん、難しい、やっぱ大阪でもいたんですけど、私苦手だもん英語無理やもんな。そう大阪でも行ったんですけど、どんだけ練習したことか、うん、何、ミア何、じゃあ大阪でも行ったんですけど英語できないけど感覚で言いましょう。もうそうよね、感覚で、ね、ミアはこの容姿で英語できないんで、そうなんですよ。ポルトガル語はペラペラだけど、
ね。いやポルトガル語でやったらぐちゃぐちゃになっちゃうから、ね、確かに確かに。まあね、はい、感覚でいきましょう。感覚で、はい、あーとかでもいいんで、はいはい、ではいきます。 My life is strange that always say My life is strange that always say本当に感覚で言ってるね。なんかですね、ファンヒャンヒャンみたいな。一回一回大きな声で言ってみて。はい。間違えても気合い入れて。うん、せーの、My life is strange that always say.My life is strange that always say.My life is strange that always say.My life is strange that always say、うんうん、いい感じ、さっきよりいい感じ、さっきより全然いい感じ。ということで、次のターナリーの最後に、はい、このフレーズを言うところがありますので、はい、ちょっと恥ずかしがらずに皆さん言ってくださいね、はいはいはい、そうです、お願いしますよ。水は飲みたいよ。なんかめっちゃ乾燥しませんか。もうめっちゃ思います、ね、多分緊張しすぎちゃって、ね、もう水が止まらない。水が止まらない。ミアナシメント、水が止まらないそうです。水が止まらない。はい、ということで聞いてください、はい、ターナリー。 Life is strange, we all in need for help. Take one side and the other side breaks apart. Never say you're dying, cause nothing has started. Take a rest and we'll be fine next day. Life will change, that's how I used to say. The more we think our troubles face to face, holding you in danger, jump too far.
Oh!
ありがとうございました。以上、スペシャルでした。ありがとうございました。Fly, fly, 霞んだ空の向こうは
Thank you.
最後に今日のこの最高の演奏をしてくれたエスペシャバンドの皆さんにもう一度大きな拍手を。最後ぜひ皆さんで、はい、ミヤです。うるさいよ。なかなか喋り出せないこの感じ。黙れ。うるさい。静かに聞いてよ。いやー本当なんかあっという間でしたね。そうですね。うん、私がエスペシャに入ってちょうど昨日で9ヶ月だったんですよ。たったの9ヶ月ですよ本当に。違います。で、うん、なあれなんて音してたっけ。今静かにミヤちゃん喋ってるから。はい、もうね本当にねこんなにたくさんの人が集まってくれて本当に嬉しいです。いやね、最初はね本当にエスペシャに入った時はもう誰って感じですよね、本当外国人だし日本語喋れるかどうかも分からなかったですもんね、みんなね。私が、うん、なんか自分をちゃんと紹介するところもなくて、なんかファンの人にどう思われるんだろうなとかすごい不安に思うこともたくさんあったんですけど無視していエスペシャルに、ね、入れてとても良かったです。ありがとうございます。
今日は最後まで楽しんでいってください。ありがとうございます。はい、皆さん本日は誠に来ていただいてありがとうございます。はい、ですね、エスペシャは本日をもって解散することが決定していますがね、ふと振り返ると4年9ヶ月間エスペシャとして活動してきて、ね、結成当初は、まあ、何もかもが初心者だったから、歌もダンスも初めてだったし、まあね、できるだけこうなんていうんですか、皆さんに聞いてもらえる歌、見てもらえるダンスをできるように日々毎日レッスンして頑張ってたのがすごい、あの昨日のように思えて、なんか長かったようですごく短い4年9ヶ月だったなと思っております。東京に来てからはですね、結構まあなんていうんですか、関西にいる時はもっと東京ってキラキラしてて、すごいきらびやかで素敵な街なんだろうなと思って、新しいスタートを切ったわけですが、すごいやっぱりなんていうんですかね、親元離れたし、まあ、友達とかもね、いなくなったし、なんかライブもなかったからファンの人にも会えないし、 SNS もなくなってたから、こうなんて頑張る源じゃないけどがなくなって、本当に結構毎日辛くて、そんな中もなんかなんていうんですかね、自分とあんまり自分をこう客観的にこう見ることがなかったので、自分に向き合った時にすごい新しい自分が見えてきて、本当に悔しくて辛かったんですね。で、東京に来た時に本当にもうなんかもうどうしようみたいな、関西帰ろうかなって思うぐらい辛い日々が続いて、そう、でもまあ、3人で初めてやったエイジャーのライブでファンの方の顔とか見るとやっぱりなんていうんですかね、なんか何かが見えた気がして、そこを追いかけて今日まで頑張ってきました。ありがとう。はい、ありがとうございます。まあ、解散するのはすごくやっぱりなんていうの、青春時代をこう捧げたエスペシャっていうグループだったので、やっぱり寂しさはありますけども、後悔はありません。そう思えたのも皆さんのおかげですし、関係者の方のおかげもありますし、メンバーのおかげでもありますし、家族のおかげでもあります。本当に感謝しています。エスペシャで活動することができて本当に最高に楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。では富永に。はい、解散発表してから約5ヶ月間が経った、間違えた、解散ということを聞いてから5ヶ月間経って、今こうしてその5ヶ月間を終えて今日解散ライブということなんですけれども、なんか本当にまだ解散しないんじゃないかなって、なんかなんだろう、もう実感全くなくて、なんかまだやっぱりこうやって今日みたいに楽しいライブがまだ続くんじゃないかなって思う自分がまだいます。私は小さい頃から歌手になりたくて、みんなの前でそう歌を聴いてもらうことも大好きで、それでオーディションを受けて、そこから始まったエスペシャなんですけれども、まあ、約5年間活動してきて、いろいろ苦しいことももちろんあったんですけど、やっぱそんな苦しいことがどうでもいいぐらい、こうやって
皆さんに見てもらえる機会がたくさんあって、本当に皆さんのおかげで支えられてここまで活動してこれたなって思います。本当にありがとうございます。なんかエスペシアは、5年もやってきたので、10人から始まりたくさんの歴史があって、どの時代がいいとか多分おのおの皆さん思ってらっしゃる方もいると思うんですけど、やっぱどの時代もどの時代の良さがあって、どの時代も最高だと思ってるし、今はこの3人でエリカとミヤと一緒にコーラスを重ねられることが毎回のライブで本当に楽しかったです。それを見に来てくれたのは皆さんなので本当にありがとうございます。本当にエスペシアにはもう夢中になりすぎたというか、もう自分の全てを捧げすぎて、こうなくなるってなると、なんかもうどうしていいか分かんないっていうか、もうこんな苦しい思いしたくないって思うぐらい、もう夢中になることしたくないって思う反面、やっぱりこれだけ夢中に苦しかったけど幸せな時間をくれた時間を費やす夢をまた自分で見つけたいなと思います。それが皆さんの前に立つことかは分からないけれど、また自分自身で夢を見つけて自信を持って周りの人に伝えていけるような、そんな人になりたいと思います。本当にその時もしステージに立てたら、また皆さんと会えたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。本当に今日ここに来てくださってる皆さん、スペシアを生活の一部にしてくださった皆さん、一緒に頑張ってくれたメンバー、過去のメンバーも合わせて11人のスパイス、私をスペシアとしてメンバーとして活動させてくださったスタッフの皆さん、スペシアを作ってくれた清水さん、本当にありがとうございました。
まり言ってんのはこんなもんじゃない予定狂わず怒れタイムキーパー目で伝えてごらんよ嘘でもいいからどんな名前だぜそう波動立てたい予測不能性リラックスだったまたい Don't dress up だって脱ぎ捨ててしまえば無謀立ち止まれない早まるエモーション正気Let's get down, honey 時間などかない
の瞬間そう呼吸乱して惑わせるスルーな合図で Don't dress up だって脱ぎ捨ててしまえば無音立ち止まれない早まるエモーション正気じゃられないくらい踊ろうよ手遅れに息すらできない口づけ
dress up だって抜き捨ててしまえば無言立ち止まれない早まるエモーション正気じられないくらい踊ろうぼうよでもくれる That's a day Shake a body 素直に顔をさらして息すらできない口づけでなる見えるはずI'm sorry.
Especia 映像周波数 312.75MHz 音声周波数 345.25MHz 映像出力 50kW 音声出力 12.5kW でお送りいたしました。本日の放送は終了いたしました。おやすみなさい。